始まりました。 B ジャンプサンセット、細井寛太の気まぐれ火曜日。この番組は徳島で活動する駆け出しの音楽家細井寛太が、その活動内容や人生を変えるほどに強い影響を受けたアーティスト、楽曲を一方的に紹介し、リスナーにも共感してもらうことを目的とする前代未聞の超自己満音楽番組です。さて、2月20日本日のゲストは名頃レミさんです。名頃レミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとおかしいわ、うん、おかしい。いや、そんなことない。ちょっと待ってくれ。ちょっとおかしいわ乗っ取られてしもとるな。ええ、うん、今日からこの番組は名頃レミの気まぐれ火曜日よ。ちょっと困る。いやちょっと困るかも。いいよね。申し訳ない。ちょっとね、困るかもしれないですね、それはね。別番組を乗っ取ってください。別よ、はい。福富弥生さんのここにしかないラジオをちょっと、ね。絶対ダメ。乗っ取ってください。はい。いやいや、カンタ君の方が乗っ取りやすそうだったので、ちょっとね。いや、もうここにしかないレミさんにしてください。めっちゃ怒られる。絶対ダメです。ね、気まぐれ火曜日は僕のもんなんでね。はい。頼みますよ、はい、はい。というわけで、始まりました B ジャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日。本日の気まぐれゲスト、改めてご紹介いたしましょう。名頃レミさんです。よろしくお願いします。はい、名頃レミさんは私と同じ四国大学短期大学部音楽科の先輩でございましてですね、はい、まあ、私細井寛太が1年生なんですけれども、彼女はなんと4年生と。はい、大先輩でございます。大先輩なんですけどねこういう絡み方をしても良いのかどうかというところなんですけどはい、というわけでですね、2人ともですね、同じ先生の人に習っておりまして、はい、大塚ミーナ先生というんですけれども、はい、まあ、そこの同門ということでですね、こうやって仲良くさせていただいております。はい、ありがとうございます。本当にでですね、今回気まぐれゲストに名頃レミさんをお迎えしたのは他でもない2月の22日にですね、はい、四国大学交流プラザたくり場っていうところでなんとライブさせていただくんですよね。そうなんです、はい、もうありがたい。ライブに出演させていただくんです、はい、ね、ちょっとユニット名を言ってあげてください。ちょっと我らがユニット名、打倒ショコラ。打倒とショコラの間には星マークが入ります。素晴らしい名前ですね、本当にもう素晴らしい名前でございます。レミさんのセンスが光る、ね、いや、打倒ショコラ名付けたのは君ですよね。いや星を入れ込んだは私。いや、なんかもうそれがもうそれでよくない、よくない。星を入れ込んだ時点でもう打倒ショコラってつけたのはもうレミさん同然ですから。なるほど、はい、じゃあその権利は私にあるってこと。あ、そうですそうです、僕に一切の権利も権限もございませんから、はい、ここに関してはですね。わかりました、はい、打倒ショコラ、はい、っていうのでですね、2月の22日打倒ショコラという割には結構静かな。そうですね、全然打倒しないですね。打倒しないんですけど、はい、全然バラードやるんですけど。めっちゃバラードですね、はい、2月の22日四国大学交流プラザたぐり場っていうところで18時からになります、はい、入場はね、なんと無料です。そうなんですよ、そんなライブあんまありませんので。そうですね、まあ、カフェがね併設されてるので、そのね、あ、そう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 、コーヒーとかを楽しみながら聴いていただけたらなと思います。そう、それが、ね、うまいよね。美味しいですよ、本当に。お菓子めっちゃうまいんですよ、あれ。学生がね、一つ一つ心込めてお作りしますので、ぜひ。ぜひ、よろしくお願いをいたします。さあ、というわけで、2月の20日、B ジャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日というわけで、今回はゲスト、名頃レミさんをお迎えして、いろいろ喋っていこうかなというふうに思います。はい、でですね、まあいろいろと、まあ、質問もさせていただこうかなというふうに思うのですが、はい、まず結構気になってたんですけど、はい、レミさんが音楽をすることになったきっかけっていうのは何ですかね、はい、きっかけといいますか、でも歌うことはね、もうちっちゃい頃からずっと好きだったんですよね。あ、そうなんですか。そうなんです。歌うこと自体はもうずっと好きで、うんうんうん、って感じで。もう何歳ぐらいからですか。もう歌が好きだったのがですか。あ、そう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 、もう本当にもう、物心ついた時からとかじゃないですかね、多分。ほうほう、気づいたらもう NHK のね、あー、のど自慢のど自慢、子供向け番組を見ながらもういっぱい歌う。はいはいはい、もうそうですね、気づいたらもう歌ってるって感じでしたね。あー、Me too
Me too ですか。Me too です。Me too でございますけど、ね、物心ついた時から。はい、もう歌うのは好きって感じですね。あ、ミュージカルが好きということなんですけど、具体的にどういったミュージカルが好きですか。そうですね。どういう帝国劇場とかでやってるようなもう。ほうほうほう。もっと宝塚のトップだった人が今やってらっしゃるとか、そういう。ほう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 。はい。おーすごい、なんか荘厳な感じ。そうですね。うん、イメージが僕、はい、勝手にあるんですけど。いやもうすごいです。いやあのステージでスポット浴びて歌えたらどんな気持ちいいかと思って見てますね。うん、うん、あれすごいですよね。やっぱりなんか演じてでなおかつ歌もうまくなくちゃいけないし、はい、で誰かにの役にこう入り込んでそれを歌うっていう、ね、またなんか普通の歌手とはちょっと違うことをしよるような気がするんですよね。そうですね。自分じゃない誰かになって歌ってるっていうのが結構大きいと思いますね、違いとしては。なるほど、これは、まあ、また別次元なんかなっていうふうに個人的には思うところですね。うん、はい、ゲストの名頃レミさんに今回は2曲ほどちょっと持ってきていただきました。はい、いつもはですね、はい、気まぐれ火曜日とのことで私が気まぐれで音楽を流してるんですけれども、今回はレミさんの気まぐれで音楽を、はい、乗っ取るので、はい、もう乗っ取られたので、はい、2曲ほどちょっと流そうかなというふうに思います。まず1曲目がね、松田聖子さんの赤いスイートピーという、はい、まあ、昭和アイドルの曲やと思うんですけど、はい、本当に松田聖子さん好きですか。そうですね、昭和のアイドルさんがそもそも好きで、あはははの中でも松田聖子さんなんか昭和のアイドルの方ってこう、私結構王道を行くアイドルが好きで、しかもグループよりもソロの方が好きなんで。ああ、それはなんとなくわかる。それはなんとなくわかるな。なんか一人で勝負してる感じがする。そうそうそう、かっこいいと思って、うん、なんかそのもう唯一無二みたいな、あがすごい好きで、だからそれでまあ可愛らしい、じゃあ昔のアイドルとか松田聖子さん、ね、だから。まあ、結構本人めちゃくちゃ難しい曲とかも少ないで、うんうん、歌いやすいっていうのもあって、可愛いのももう全部含めて本当に好きなんです、うんうん、いやー聖子さんいいっすよね。いいです。なんかあの時のやっぱりアイドルの黄金期を作った一人だと思うんですね。うん、さ、この聖子ちゃんカットっていう ね、あれも流行って、でなんだろうな、やっぱ彼女の凄さ、そのレミさんもおっしゃってましたけど、一人でこうやってきたっていう、うん、なんだろうな、もうアイドルっていうお仕事というか、もう彼女は松田聖子っていうお仕事をしてるような気がするんですよね。なんだろう、というか昭和のアイドルってそんな感じしません？確かに、わかります、ね、ね、あの松田聖子さんしかり、工藤静香さんしかり、うん、中森明菜さんしかり、うん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 、なんかそのなんだろうな、その人っていう職業、うん、にもうなってしまってる中で、常にハイレベルなものを我々に提供してきてくれた人なのかなっていうふうに個人的に思うんですけど、なかなかこうなれないですよね、そういうふうにね。なれないですよ、なかなか。もうどうやってそこまでいくのかっていう、まあ実力もそうやけど運もあるんだろうしっていうところですよね。いや、なりたいです、あんな風に。ああ、ね、僕もなりたいですね。というわけで、今ももうずっと輝いてる松田聖子さんの赤いスイートピーを一旦聞いてもらいましょう。はい、じゃあ行きましょう。松田聖子さん赤いスイートピー。 B ジャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日、お聞きいただきました曲は松田聖子さんの赤いスイートピーでございました。素直な乙女心を描いた歌詞、まっすぐな歌詞がもう大好き、かわいい。これもう昭和歌謡という枠を超えて今もう教科書に載って、うんうん、もう子供たちにも歌い継がれてる、そんな名曲ですよね。素晴らしい曲です。これはえっすよ。ほんまにえっすよね、これえっすよ、ほんまにこれ、うん、これはもう松本隆さんの
やばいのが出てるような気がするというわけでショーアイドルをお届けいたしました。レミさんいかがですか。最高ですね最高ですね。ショーアイドルやっぱり次元が違うというか、ね、歌唱力しかり、うん、もうその存在感いでたちすらももうあの時代はやばかったんやなっていうのが、もう何もかもが次元が違うかったんやなっていうのが、うんうん、もうやっぱり僕も思うところやし、どうすかその辺、どうすかその辺振り方雑いや、まあ、でも本当に別次元、本当になんかこう手の届かない存在みたいな感じがひしひしとやっぱり伝わってきますよね。遠い存在、なんか同じ人間のはずなのに ね、なんか違う世界から生まれてきて、うん、こっちに転生してきたようなそんな感じしますよね、うん、それこそなんか推しの子じゃないですけど、うんうんうん、なんか転生してきてみたいな、うん、なんか感じなんかなって思います。ショーアイドルやっぱ素晴らしいね。素晴らしい、うん、続いての曲に行きましょう、はい、パートオブユアワールド、はい、私のお箱でございますからなんか歌ってって言われたらね、もうこれ歌っときゃ私の全てが伝わると思ってますから。おお、もうレミさん、じゃあもうこの曲はレミさんってことで。そうです。いや、その、そうですのおかしいな。この曲レミさんの曲ってことでいいですか、じゃあ。まあ、この曲聴いとったらレミさんの 100% わかるっていう曲かな。そうですね、私、はい。私という人間の、あの、基本的なことがきっとわかると思います。レミさんの教科書ということでいきましょうか。入門編です。入門編、じゃ あ、 あのレミさん入門編聞いていきましょう、鈴木真由美さんパートオブユアワールドです。どうぞ。 B ジャンプサンセット細いカンタの気まぐれ火曜日、お聞きいただきました曲は鈴木真由美さんのパートオブユアワールドでございました。いやーいい曲急に持って声出さんとってもびっくりするやんこんな番組です。はい、 B さん大変だからやめてくださいよこういうのをし続けてもう半年以上やってますんでね。うちの細いカンタがもうすいませんまあまあまあ、あのパートオブユアワールドお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。もう最高。どこやくんだっけ、道もうこれレミさん来ましたね。来ました、来ましたね、レミさんの真骨頂ですね今の、はい、映画リトルマーメイドの挿入歌かな。そうですね、はい、はい、パートオブユアワールド、ね、リトルマーメイドってもうこの映画の曲はもう別格で、パートオブユアワールド他、うん、アンダーシーとかもね、はい、あったりしてね、名曲がたくさんでございます。まあ、ディズニーは夢を見せてくれていいですね。はい、もうね、本当にいつまでも夢見せてください、ね、私は女の子のままでおらさせて。私は今でも白馬に乗った王子様諦めてないんでいつまでもどうします、そこのそこからパリーンって言って、パリーン窓の方からパリーンって言って、白馬に乗って大西さんちょっとあのせめてあのドア開けないいやドアドア開けても入ってきても怖いでしょ。まあな、不審者やさあ行こうとか言ったらどうします、そこからいいね、ガチャさあ行こう行こうって言われたらさあ行こうレミみたいな、名前知っとん怖ってなんで名前知っとんってなる、怖いわ。さあ海の下の世界え行こう、あ、私、あ、人魚、えどういう状況、白馬に乗ってさ海に連れて行かれる、怖いって。お城、陸のお城がいいわだとしたら、白馬で来るんだったらな怖いよ、死んでしまう。ルミさんの夢は何ですか。私の夢、夢っていうか、はい、将来、目標かな、目標。いや、私の歌でたくさんの人幸せにできたらいいなって思う、本当に素晴らしい私の歌を好きって言ってくれる人が少しでも増えたらなって思います。素晴らしいね、もうこれはもう拍手に値します。ありがとうございます。素晴らしい、まあ、人のためになるように生きていたいですね、うん、誰かのために歌える人生でありたいです。レミさん優しいですね。ありがとう。君も優しいよ。いや、あんなことはないですよ。めちゃくちゃですよ、僕。いやいやいや。いや、もう、まあ、でも優しいのが魅力かな、やっぱりレミさんの。ありがとう。優しいのが
歌に現れているのかなというふうに僕は思います。でなんかねレミさんのこうステージとか見よったらこう可愛い女の子からあの色っぽい女の子までこう振れ幅、うん、ごついじゃないですかやっぱり。まあそうであれたらいいなと思っています。それこそあれじゃないですか、あのミュージカル女優のなんていうんですか、うんうん、もう役に入って歌ってる感じの方がやっぱ強いんじゃないですか。そうね、なんかこう良くも悪くも私自分に対してちょっとネガティブなところがあるから、逆に自分じゃない誰かになって歌うっていう方が得意だよね。ほうほうほう、あーなるほど、そう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 いうことか。そう、そっちの方が自信になるかな、うんうん、あーな演技派っていう感じですかね、どっちかというと、うん、多分あの僕が、まあ、知っての通り個性派だいぶなだいぶな個性派まあなんか、まあ、演技派のアーティストとしてすごい、あすごいなと思う。逆に僕演技が下手なんでまあ、まっすぐってことやん、うん、そう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 、もうずっと素でいかんかったらあかんタイプの人なんで、逆にだって演技派ってすごいなと思う本当にありがとう嬉しいわほんまに。だからそこのなんだろうな、演技派だからこそもうやれることが幅広いし、うん、もうその中でやっぱ歌も上手いじゃないですか。ありがとう。もうそこの中の優しさみたいなのがにじみ出てていいなって僕は思うんですよ。めっちゃ覚えてくれるやん。もう何も出んよ。いやもう全然。この曲は？あの僕の曲なんですよ。大好きですねこの曲。ありがとうございます。すみません。私が聴けるおかげで再生回数伸びると思った方がいいよ。ほんますか？いや申し訳ない。いや申し訳ないです。聞いてるって。めっちゃ。嘘。ほんまよ。ありがとうございます。なんか。もうなんかこうよくデータとか見るんですけどね、どんぐらい聞かれようかとかって見るんですけど、うんうん、結構あって、うん、まああの内緒なんですけど結構あってうん、うんうん、いやありがたいなと思います。そう、細い関東のラブソングです、はい、どうもどうもみたいな感じなんですけど、さあ今日は気まぐれゲストに名頃レミさんをお送りいたしました。レミさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。30分あっちゅうまでしたね。ほんまに超楽しかったありがとうございますまた来てください。また呼びますんで、はい、いつでも呼んで飛んでいくわまたちょっと呼ばしてください。お願いいたします、はい、もうそろそろ終わりの時刻が近づいていきそうです。レミさん何か言っておくこと何か言っておくこと、あのね、22日タグリバ素晴らしい歌披露させていただくので、うん、ぜひ皆さんいらしてください。私というね、あの人を知りたいという方ぜひ私という人を知りたい人、レミさんを知りたいという人はぜひ来てください、はい、お願いします。興味あればぜひ来てください、はい、お願いします。はい、はい、お願いしますさあというわけでビージャンプサンセット細いカネと、気まぐれ火曜日、名古屋のレミさんゲストありがとうございました。ありがとうございました。